皆さんはじめまして、レンです。なんか新しいやつ来たな。新しいっていうか、一応これ私のチャンネルなんだけどね。まあそれでも先に出てきているのは私だ。先輩、いや上司と思って敬うように。やめなさいマリサ、このチャンネルの持ち主よ。私たちの存在をこのチャンネルに置いて自由にできるのよ。え、そうだね、一応自由にはできるね。やってみようか。ちょっと待って。レンさん、なーに。マリサも悪気があって言ったわけじゃないと思うんだよ。だからここは落ち着いてゲーム始めない？そうだね、ずっとしたかったゲームだからもうこのまま始めようか。ふう、霊夢のおかげで助かったぜ。じゃあマリサちゃん、テキスト読み上げよろしくね。こいつ足元見やがって。トロッコ問題とは、トロッコとその路線の状況の問題を元にした倫理学の思考実験である。元はイギリスの哲学者フィリッパ・フットが提起した問題で、世界の哲学者が考察、検証を行っている。トロッコが制御不能となり、路線上には5人の作業員、ポイントを切り替えれば、1人の作業員がいる路線へと切り替わり、1人の作業員がトロッコに枯れて死ぬ代わりに5人は助かる。あなたは路線を切り替えますか？本来は何もしなければ多くの人が犠牲になるが、行動を起こせば1人が犠牲になる代わりに、多くの人を救える状況を想定した思考実験だが、今回は単純に、どちらを犠牲にするかを選んでいただく。で、どうするんだ？こっちにしようかな。今回の場合、1人を犠牲にする選択だな。まあ、単純に人数で選んでみたよ。選択しないとゲーム進まないしね。うわ、思ったよりエグい演出するな。結構切り替えない人多いんだな。自分では手を下したくないって考えてる奴が多いんだな、きっと。上司か。さっきマリサ上司がどうとか言ってたしね。おい霊夢、私を売ろうとするんじゃない。お前も迷いなく選択するんじゃない。78% はかなり高い数字ね。世の中の上司恨まれてるのかな。いや、そういうことじゃないだろ。これは悩むな。大人2人と子供1人か。どっちも犠牲にしたくないわね。これは人数で選んだか。うん、そうだね。これは選択内容がちょっと酷だな。けど選択しなければいけない時ってあるからね。線路に柵を用意しよう。それで解決。これは迷う必要ないわね。禁止したらもっと多くの犠牲が出るからな。各位と善意なんて比べるまでもないな。残りの 16% は選択ミスかな。え？どういう選択？比較がちょっとね。まあ倫理的には脱獄犯か。これはいろんな人迷ったようだね。実際にヒグマ脱走したら危険ではあるけどな。なんかこのゲーム全悪きっちり分かれているな。国は制裁をってのがマリサのポリシー？ああ、もちろんだぜ。ちょっと意外。ちょっと意外ってなんだ。私を、なんだと思っているんだ。ニートと働き者か。迷いなく言ったわね。働かないとご飯食べられないからね。ご飯の優先度が高いようだ。世の中の多くがニートには厳しい意見持ってるみたいね。命は大事にしてほしいわ。なんか思うところあるのか？ちょっとね、もともと医療従事者だし、生きたくても生きられない人も見てきたからね。この選択では多数派みたいだな。この選択は酷すぎだろ。なんとも言えない選択ね。子供の未来を取ったか。こうなったらこの子供には絶対に幸せに生きてもらいたいわ。ほんとそうだね。今度は捨てた側か。これはあっちに責任取ってもらおう。うん、そうだね。命に責任取れないなら、産んじゃダメだよ。何かしら事情があったとしても、責任取れないごとすんなってことだな。特に男はね。
なんか選択肢変わったな。これはパイロットかな。どうしてだ？人数じゃないのか？うん、パイロット収入多そうだし。お、電気が合いそうだな。多数派でもあるようだし、これは悪くないよな。そして結成された腹黒同盟。芸術か。芸術はお金になりにくいわよ。どうするの？未来の芸術家の卵を選ぶって手もあるけどね。迷いが一切なかったな。これは人数で選んだんだよ。人数、まあそういうことにしておこう。これまた難しいな。これは人数かな。どうしてだ。地道でも科学は確実に進化してきたからね。それに急激な進歩は人類の首を絞めかねない。世界にある核がいい例だよね。天才が発明する科学が必ずしも人を幸せにするとは限らないからね。これはあれだな。うん、あれだね。もちろん。この人には悪いが、友人は金じゃ買えないからな。本当の意味で信頼できる人間なんて限られるからね。これも同じだな。友人に優秀かそうでないかは関係ないからね。友人が優秀でなくても、私は友人に見切りをつけたりしないわ。人の意見はそれぞれだけど、私はこういう意見かな。え、何この質問。小学生喜ぶ問題やん。一応下選んでおこうかな。うわ、汚ねえな。ああ、あれだからね。え、これを選ぶやついるんかよ。私は下のは食えないわよ。ハイスペックか性能そこそこか。量産機だし、そっちは簡単に手に入るかもね。じゃあ選ぶならこっちだな。多数派だったみたいね。人の命がかかってないと、選択肢のハードルが少し下がった気がするな。どういう状況だ？これ。人間を食べたか食べてないか。脅威なのはこの場合、チワワだな。全く恐ろしいチワワもいたもんだ。ドラゴンも大概だけどな。しかも、まだ誰も。お、この質問は、あの人を想像した人多いんじゃないかな。味方は多いことに、押したことないからね。最終的に味方になるやつって、なんだかんだ言って憎めないキャラ多いよな。そのキャラ持ってくるあたり、マリサちゃんの年がありそうだけど。恐怖で世界をって、今のご時世防災国の大統領みたいだな。ちょっとマリサやめなさい。あなたにを滅ぼすわよ。平気平気。心配しすぎだ霊夢。よし、これで悪は滅びた。勇者も生き残ったし、万々歳だな。世界がこう単純だったらいいけどね。これは迷う必要ないね。ちょっと待てれん。ここは私にやらせろ。なんだか嫌な予感。やりやがったー。絶対やると思った。こんな選択リアルじゃできないからな。お遊びだよお遊び。その割に本気っぽかったけど。む、遺跡を荒らす洞窟じゃね。このマリサ様が成敗してくれる。さっきの剣をここで帳尻合わせようと必死だな。悪は滅びた。一番の悪が誰なのか分かった気がするわ。医者と医療機器か。これも比べるまでもないよな。もちろん人があっての機械だよ。人命には変えられない。いくら有効な医療機器でもそれを扱える人がいないとね。レンガマトモで助かったわ。
大量破壊兵器か。この問題は私に任せろ。一番任せられないけど。意外な回答。なんでこの回答になったの？そんなの決まっているだろう。物に罪はない。あるのはそれを扱う者次第だからな。全く次から次へと難問だな。どうするの？人類間 AI か。私ならこっちだな。機械に任せた方が楽でいいと思うけど、そんな管理された世界で生きていたいとは、私は思わないな。質問が最初のに少し似てるな。これは人数で選んじゃいそうだな。こういう質問だと、合理主義で考える人が多いみたいだね。この問題は連に任せるか。感染者か。未知の感染ウイルスは、やっぱり怖いよな。今流行っているウイルスもあるけど、ワクチンや抗ウイルス剤ができるまで相当な時間と労力がかかるからね。これはまた人数か？ロケットってどういう意味だろう？問題の意図が汲み取れないと、とりあえず合理主義で考えがちになるな。アラレンが得意そうな問題ね。こういうのはとりあえず多いに越したことないよ。あれ？なんか少数派になってるぞ。これも何回見ありそうな問題だな。とりあえず楽しそうな方選んどけ。とりあえず多数派にはなったようだけど。お、なんか雰囲気変わったな。というかトロッコ止まりそうね。ああ、なるほどそういうことか。これは最初に選んだ選択の人たちだね。そうだな。残業は、するべきじゃない。アリサの本音がダダ漏れね。親のお前らがしっかり目光らせとけ。ほんとそれな。あ、おきいしのおじいさんね。じじい、長生きしろよ。気が悪いのは相変わらずね。よ、ヒグマがロケット乗り込もうとしてるわよ。さっきのジジイ食われないか心配だな。何気におじいちゃんっ子。やり直すことは大事だな。あとは次に同じこと繰り返さないことね。これは確かニートの問題だったな。ニートへの世間の目が垣間見えた数字だったわね。悲しむ家族いるんならなおさらそんなこと考えんな。なんだかマリサがまともに見える。強く生きろよ、ガキ。せめて子供には優しくしなさい。ああ、これはあれだったな。うなくそ悪い問題だったわね。ここでパイロットか。まさかここまでの全て伏線なのか。芸術よりも人数合わせだな。マリサ、本音と建前って知ってる？並走なんだね。地球は滅びなくても、人類は。それ以上言うのやめなさい。友人は大事だな。友達には何気に優しい。当然だろう。私が困った時に誰が私を助けるんだ。やはり神聖のクズ。
栄養にはなるな。栄養にはなるね。おーおお、ここでパイロットの伏線回収してきたな。ちょっとあいつ空気満々なんだけど、大丈夫だ霊夢。きっと何かしらの伏線があるはず。ベジータ来た。もはやこいつがベジータ。勇者来たー。やはり伏線張られていたな。やっぱり金はいいな。金への執着が強いな。これなんだっけ。あんたちょっと自分の胸に手当てて思い出してごらん。そういえば最近頭痛がひどいんだよな。それはリアルに医者行きなさい。これはマリサの選択が正しかったようね。どんなものでもそれを扱う者次第ってことだな。やっぱり AI の方が良かったんじゃ。そう AI に管理されてるのにか。え、残業指定派のマリサと気が合いそうな回答ね。残業イコールブラック企業だと考えてるからな私は。マリサはどうウイルスのワクチンは打ったの。3回全て接種済みだぞ。そうか、このロケットの開発者だったのか。あの人はここまで伏線だとはな。ま、大いに越したことはない。大和賞を兼ねるっていうしね。これが最後だね。最後の問題、回答失敗したかもな。なるほど、これで地球を脱出するわけか。だからアルマゲドンなんだね。うん、やってみてどうだった。うん、トロッコ問題って興味はあったんだけど、実際に自分が選択するってなった時、本当にそれでいいのかって考えさせられたよ。そうだな。考えても実際にどっちを犠牲にするかなんて簡単に割り切れるもんじゃないからな。でも考えておくことで何か起こった時に備えることはできるよね。もちろんだぜ霊夢。私が思うにこの問題は最適解を選ぶ問題じゃない、最善手を考える問題なんだと思うぜ。おお、マリサがなんだか立派に言えるわ。と、そろそろいい時間になったな。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをよろしくお願いするんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。